はい、それでは、レッドサイド旗組 VS ブルーサイドアキル組の試合が始めます。両チームともにレイ、はい、お願いします。さあ、それでは30秒継続開始です。本日第1戦目からいきたいと思います。それではいきましょう。いきます。さあ、ハト組 VS アヒル組、それでは参ります。波動ファイト。さあ、先に1ポイント取ってきましたのはアヒル組ですね。さあ、シールドの方を見てみますと、レッドサイド、ヤナちゃんとシャンさんが、それぞれシールドプレイヤーですね。ヤナちゃん側にシャンさんが、サンドシールド組んでます。さあ、ここで笛が鳴っております。さあね、ラインオーバーしないように皆さん気をつけてください。さあ、現在2対2と同点。さあ、ここでさらにポイントを取ってきたレッドサイド。さあ、4対3。ね、さあね、先日までビギナーズカップでね、トップをここの2チームで争いました。さあ、今日いきなりの初戦でこの2チームが当たっております。さあ、ここで勝利をするのはどちらでしょうか。さあ、アヒルの必死で追いかける1点差。さあ、しかしなかなかここを点数を返すことができないか。さあ、並んだ、ここで返すか。いやー、なかなか一気にここで点が止まった。さあ、6対6から1点リードしてきたのが、さあ、ハトル、しかしアヒルが取る。さあ、アヒルがここで返した、7対8。さらにポイントを取って2点リード。さあ、残り時間は残り15秒を切りました。8対9の1点リード、アヒル組。さあ、ここで並んだ、9対9。さあ、アヒル組が取る、1点リード。さあ、この逃げ切れられるのか、アヒル組。それともハトルが返すか、1点差取れるか。ハトル組終了。10対11でこの勝負、ブルーサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。レッドサイド獣三代 VS ブルーサイド淡いの試合を始めます。両チームともにレイ、お願いします。さあ、それでは30秒転送開始です。はい、じゃあいきますよ。さあ、レッドサイド獣三代 VS ブルーサイド淡いの試合です。それでは参りましょう。波動ファイト。さあ、現役の中大生チーム淡い VS 現役のおじさんチーム獣侍ですね。さあ、おじさんが勝つのか、それとも若さで中大生が勝つのか。さあ、2対1。ちょっとえ、淡いのただサボってない、ただ。さあ、現在4対1と、やはり、いやー、これはね、波動歴も長い、そして人生の歴も長いおじさんチーム獣侍の方がやはり優勢ですね。5対1。さあ、さらにポイントを重ねてきます。いや、まだまだ未熟だと言わんばかりの攻撃の仕様ですね。さあ、頑張ってください。この矢野くんの打ち方はすごい特殊だね。球をね、投げるように打ってます。さあ、8対1。さらにポイントを取ってくるレッドサイド獣侍、残りがここで20秒切りました。さあ、なかなかポイントが取れない淡い。さあね、今日ね、まだまだ試合がありますから、ここでとにかくポイントを取って自信をつけたいところ。さあ、残り10秒切った、10対2。さらにここでポイントを取ってきましたレッドサイド獣侍。さあ、残り1ポイントでも取れるか。終了、12対2でこの勝負、レッドサイド獣侍の勝利です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次の試合に行きましょう。はい、それでは、レッドサイドイトワーズ VS ブルーサイドウェイヤーバチストイヤーの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、はい、お願いします。さあ、30秒計測開始です。はい、30秒計測終了です。さあ、全員揃いましたので、それで試合始めたいと思います。それでは行きましょう。さあ、レッドサイドイトワーズ VS ブルーサイドウェイヤーバチストイヤーの試合です。それでは参ります。波動ファイト。さあ、先ほどもね、獣侍と淡いでね、おじさんと若者の試合でしたが、今回もおじさんと若者の試合ですね。さあ、先にポイントを取ってきているのはイトワーズですが、ウェイの方もポイント取ってきました。現在2対2。さあ、ここでウェイが1ポイントリードしてきました。さあ、2対2、さらにポイントを重ねるウェイ、2対5の3点リード。さあ、2対6の4点リード。さ
ですよ。さあね、ウェイのね、一定時間外れ、このシールド、これがなかなか硬いですからね。ただこれが最後のシールドです。さあ、これをいかに早く壊せるかが伊藤の勝利の鍵じゃないか。しかしここで伊藤は少し必死をかけてる。7対9の2点差まで詰めてきた。さあ、ここでシールド割れた。さあ、ここからはこのシールドがないぞ。残り20秒、7対11。さあ、伊藤はここから詰めることができるか。おっと、ここで上が回ってますね。さあ、ラインを出ないように気をつけて。さあ、残り10秒、8対12、4点差。さあ、伊藤は追いつくことができるのか。さあ、残り5秒、8対13。さらにポイントを重ねてくるね。終了、9対13で、ね、この勝負ブルーサイドウェイオーバーディストリアの勝利です。おめでとうございます。はい、それでは、レッドサイド花より酒 VS ブルーサイドアヒル組の試合を始めたいと思います。両チームともにね、はい、お願いします。さあ、それでは30秒曲開始です。それでは試合の方を始めたいと思います。いきましょう。さあ、花より酒 VS アヒル組の試合です。いきます。波動ファイト。さあ、そう、ここで1ポイント先に取ってきました。ブルーサイドアヒル組。さあ、花より酒が点数がまだ取れてはいない。さあ、ここでさらにポイントを取られてしまいました。さあ、花咲きは全員後ろに引いてますね。対してアヒル組ほぼ全員前に出てきますね。さあ、ここで、さあ、笛が鳴っております。さあ、皆さん線出ないように気をつけてくださいね。今奈良さんでのアヒル組の方ですね。さあ、気をつけましょう。さあ、1対6と一気にポイントを取ってきて5点リードアヒル組。さあ、花咲まだ1ポイント目から。さあ、ここでポイントを取って2対6、さらにポイントを取りました3対6。さあ、この調子で一気にポイントを取っていきたいところ。さあ、残り30秒切った。さあ、4対7。さあ、さらにポイントが重なってきます、アヒル組。さあ、残り20秒、4対9の5点差。ああ、ここで、さあ、花より酒ポイント取りに行くことができるか。さあ、なかなか点数が伸びないか。4対11、さらにポイントを取っていってます、アヒル組。さあ、残りわずか、終了。ラストでさらにポイントを重ねてきました。4対13でこの勝負ブルーサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。はい、それではレッドサイドハタ組 VS ブルーサイドウェイヤーワシソイヤの試合始めます。両チームともにレイお願いします。はい、それでは最初の計測開始です。じゃあ試合の方始めていきましょう。いきます。はい、レッドサイド、ハト組 VS ブルーサイド、ウェイアワジソイヤの試合、波動ファイト。おお、いきなりポイント取ってきました。レッドサイド、ハト組2ポイントゲット。さあ、ウェイの方も1ポイント取ってきました。ウェイは今回の一平ちゃんがやはり5のシールドですね。さあ、このシールドを、さあ、どのタイミングで使ってくるか。ハローとしたがここで KO されてしまった。さあ、なかなかシールドが張れていないぞ。さあ、ここでおっと張るのに失敗しましたがね。さあ、一平ちゃんが、さあ、ここであった、またしても KO になってしまった。ハローとすれば KO になる。さあ、しっかり球をよけて張りに行きましょう。さあ、なかなか、おっと、あ、今の普通に失敗しましたね、一平ちゃん。さあ、一平ちゃん落ち着いて、落ち着いてシールド出していこう。さあ、14対4の、さあ、大量にハット組がリードしている。さあ、一平ちゃん出てないぞ、出てないぞ、出てないぞ。頑張って、頑張って、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、緑のチャージが丸くなったら出して、あー、出ない。頑張って、一平ちゃん手を下げて、緑の丸が出して、コンプリートが出たら、出たー、シルバー出たー、終了。はい、25対8でレッドサイド、旗組の勝利です。おめでとうございます。いやー、もう途中からもう一平ちゃんにしか目がいかない。では、レッドサイド獣侍 VS ブルーサイド伊藤津の試合を始めます。両チームともにレイ、お願いします。さあ、それでは30秒計測開始です。さあ、今フィールド内のね、平均年齢が今一番高い試合ですね、これは。はい、試合の方始めたいと思います。いきましょう。
稼働ファイト。さあ両チームともに一番最初にまずシールドしました。おーっと今回はリトワーズの社長が結構走り回ってますね。さあステータスボーンはレッツタイム獣侍の旗坊さんが1135、それ以外全員両チームとも3331となっております。さあこの5のシールド、先ほども5のシールドで結構苦戦しましたリトワーズ。さあ今回は5のシールドをいかに早く壊していくことができるんでしょうか。さあ1対4、さあさらに獣侍がここで巧みにポイントを取ってきました。4対4と並んでいる。さあ心なしかギャラリーの盛り上がりが少ない気がします。皆さんちゃんと試合見てください。さあ4対6の2点リードブルーサイドリトワーズ、さらにポイントを重ねてきました。しかし獣侍もポイントを取ってくる。5対7。さあ2点差が続いている。さあこの点差を縮めることができるのか獣侍。さあ残り時間が20秒になった。5対8、ここでポイントを取ってきたリトワーズ。さあ畑澤さんすげえ外出てます。さあ出ないで。さあ6対11、5点リードリトワーズ。さあ残り10秒です。さあ伊藤がさらにポイントを取ってくる。獣侍追いつくことができないが終了。6対10までこの勝負、ブルーサイド伊藤津の勝利です。おめでとうございます。はい、ではレッドサイド花より先バーサスブルーサイド淡いの試合始めたいと思います。両チームともにね。はい、それではただいまに30秒の計測を開始します。はい、それでは、試合の方始めていきましょう。レッドサイド花より酒 VS 淡いの試合です。それでは参ります。ハードファイト。さあね、レッドサイドは試写購入すれば30代ですね。ブルーサイドは試写購入したら20。さあいや精神攻撃じゃないですよ。さあレッドサイド、しかし花より先はね、やはりね経験者強いですね。5点取ってます。対してブルーサイド淡いの方からもうやばいやばいやばいという声が届いてますよ。さあね、分かんねえって言ってますね。さあ分かんねえと言っているダダ君は前に座って休んでます。はい、仕事してください。さあここで取られてしまいました。11対0。さあここで笛が鳴っています。さあラインを出ないようにだけ気をつけましょう。さあ14-0と、さあ淡い1点も取らずに終わってしまうのか。せめて1点は、ああ取れた、おめでとうございます。さあ18対1と点差が広がる一方、残り20秒。さあ19対、さあここで20点台に突入しました。花より先で21点。さあ淡い、せめてもう1ポイント、1人1ポイントは取りたい。3点を目指しましょう。残り5秒。さあ取れるか、終了。21対1、20点差でこの勝負、レッドサイド花より避けましょうです。おめでとうございます。レッドサイド、ウェイヤーアジストリア VS ブルーサイドアヒル組の試合を始めます。両チームともにレイお願いします。はい、それでは30秒決勝開始です。はい、では全員揃っているので試合始めたいと思います。いきましょう。さあレッドサイド、ウェイヤーアジストリア VS ブルーサイドアヒル組の試合です。それでは参ります。カードファイト。おーっと、いきなりポイントを取ってきました。ブルーサイドアヒル組、1点リード。さあ、おー、綺麗にシールド出してきました。さあ、1点じゃな。さあシールド、さあ、3対3、1点リード、うるさいよ。一平ちゃん、さあね、一平ちゃん一気にシールド3枚はじきました。ただ一平ちゃんのシールドもうないですね、これで。さあ、そして割られてしまった。さあ、残り40秒、半分時間はあります。さあ、ここから、ね、いけるのか。さあ、4対7。さあ、ちょっとね、一平ちゃん張ったのが早すぎましたかね。一気に張っちゃいましたからね。さあ、4対9と5点リード。シールドはなくなってから一気にポイントを取っています。アギルギー、さあ、残り時間が20秒。5対10の5点差。さあ、6対11、さあ、このままトリックができるのか。
さあ残り10秒5点差、アヒル組さらにポイントを重ねてくる。6対12。さあメインも必死で追いかけるが時間がやはり足りないか。終了、7対13でこの勝負ブルーサイドアヒル組が勝利です。おめでとうございます。はい、それではレッドサイドハトミ VS ブルーサイドケポノサムネの試合を発表するよ。チームともにね。はい、では30秒計測開始です。はい、30秒計測終了です。さあ、それでは全員エントリー完了しているので、ね、試合の方も始めたいと思います。いきましょう。レッドサイドハトミ VS ブルーサイドケポノサムネの試合です。それでは参ります。波動ファイト。おっと、いきなりシールドを張ってきました。さらにいきなりポイントを取ってきました、レッドサイドハト組。さあ2対0。さあハトさんが3のシールドを取っていますね。ケコモ侍の方は3421の2人でしたね。さあ3対1と2点差。さあケコモ侍取りに行くことができるのか。ハトと獣の動物対決。さあ5対1の4点リード。さらにポイントを重ねていきます。レッドサイドハト組。さあ7対2。さあなかなかね、獣じゃないシールドをね、まずはしっかり割っていきましょうね。割るまでにちょっとね時間がかかってますからね。さあシールド割らないと奥にいる相手に攻撃が当てられません。さあここでシールド割ることができたが、点差は一方に開いております。13対いや15対3。さあ12点差。ここから返すことができるか。ブルーサイド獣侍、残り時間が20秒を切りました。15対3。さあここでポイントを取ってくる獣侍、しかし点差は10点差、まだまだ開いています。さあ残り10秒を切った。16対、おっとここでポイントを取ってくるか。16対8のダブルスコア。さらにポイントを重ねるレッドサイドハト組、終了。17対8でこの勝負レッドサイドの勝利です。おめでとうございます。はい、それでは、レッドサイド花より酒 VS ブルーサイドレイ王子とやる試合を始めます。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは30分間開始です。さあそれでは全員揃っての、ね、試合を始めたいと思います。いきましょう。さあレッドサイド花より酒 VS ブルーサイドレイ王子とやる試合です。いきます。波動ファイト。さあまず1枚シールドを貼ってみました。花より酒、そしてウェイヤーワジソイヤ、いや一平ちゃんがシールドを貼りました。一平ちゃん1135。さあね、先ほどはねシールド貼ってすぐに貼ってきましたが、一平ちゃん今度はちゃんと時間を空けてますね。3対1、1点。さあ2点リードの花より酒。さあ残り時間がまもなく50秒となってきました。さあ5対3の2点差。ここで一平ちゃんがシールド貼った。さあ5対3の2点差。さあ花咲このままリードを保てるか。いいや、ここでさらにポイントを取ってきたウェイヤワジソイヤ。さあ1点差。さあ一平ちゃんのシールドがさあこれで割られた。さあ7対7。さあ花咲も必死に点数を取りに行く。さあさあ一平ちゃんの最後のシールドが出た。そして残り時間が20秒。さあなかなかいいタイミングで出せたんじゃないでしょうか。花咲はこの際シールドをいかに早く割れるかがポイントですよ。さあ9対9。さあ残り10秒。さあここで取ったリードしているのが花咲。さあウェイ取れるか。1点差。残り5秒。さあ花咲が最後ポイントを取る。取り終了。11対9でこの勝負レッドサイド花より下げの勝利です。おめでとうございます。いや結構ギリギリの試合でしたね。はい、さあ全員揃ったので、それではレッドサイドエイトワーズ VS ブルーサイドハワイの試合始めたいと思います。両チームともにレイ、お願いします。さあそれではただいまに30秒計測開始です。さあともに、エントリー完了試合で始めたいと思います。それでは参りましょう。それではいきます。波動ファイト。さあ先に両チームともにシールド出してまいりました。さあステータスの方を見てみると、伊藤の方は社長が3人4位ですね。さあ淡い方は全員バラバラのステータスでした。さあここで先にポイントを取ってきたまで2対1。さあ2対0。
さあさらに1ポイントユルサイドは、取ってきております。さあ5対1、あっとこれはあっと帰ってきましたね。さあ5対2、さあ4点リードのレッドサイドイトワーズ。さあ淡いボール必死に追いかけてはいく。いやでもやっぱり淡い若いだけあって飲み込みがいいですね。最初の頃より、ね、どんどん動きが良くなっているように思います。さあシールドもねしっかり使って、さあさらにポイントを取ることができるか。残り20秒10対2、8点差。さらにポイントを取ってきました淡い、7点差。さあ残り時間が10秒です。さあ糸わずさらにポイントを重ねることができるのでしょうか。さあポイントを取ってきた12対4、ポイントを取って終了。13対4でこの勝負レッドサイド糸和津の勝利です。おめでとうございます。はい、それではレッドサイド結婚の場合はレッドサイドアヒル組の試合を始めたいと思います。両チームともにレイ。はい、それでは30分計測開始です。さあそれでは行きましょう。ああレッツサイド獣侍 VS ブルーサイドアヒル組の試合から再開です。いきます、波動ファイト。おっといきなり先制点取ってまいりました。ブルーサイドアヒル組、さあレッツサイド獣侍、さあここで5のシールドを張りました。さあ5のシールド、さあこれをいかに早く終わることができるのかアヒル組。さあ現在1対1、シールドアヒル組の方も張ってきております。さあ獣侍がさらにポイントを取って2対1で1点リード。さあアヒル組が必死にポイントを取っていきます。さあ2対2、さあアヒル組はここで1点リード。さあ獣侍が3対3、さあなかなかのいい試合です。さあアヒル組ここで3対4の1点リード。さあここから一気に離すことができるのか。いや獣侍が取ってくる、おっとさらに取ってきた獣侍5対4。さあこれは5対6、さあアヒル組が返した5対7の2点差。さあここからアヒル組がどんどん取って、さあ点差が開きつつあります。残り時間が20秒。さあ獣侍追いつくことができるのか。5対10、さあ波田坊さんの5のシールドがね消えてから少しずつ流れが変わってまいりました。さあさらにポイントを取っています。ブルーサイドアヒル組、さあ5対13、さらにポイントを渡れでした。アヒル組終了。5対15でこの試合ブルーサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。いや途中までねかなりいい勝負でしたかね。はい、じゃあレッドサイド、花より酒 VS ブルーサイド糸和津の試合を始めます。両チームともにレイお願いします。開始では30分計測開始です。はい、それでは30分計測終了です。さあ両チームともに揃っているので試合始めたいと思います。それでは行きましょう。はい、では参ります。波動ファイト。さあ両チームともにやはり最初にシールドを出してまいりました。さあ先に先制点を取ったのはイクワズ、しかしすかさず花より先もポイントを取ってきます。さあ花咲の方はね、これは夏子さんですね。夏子さんが3のシールドですね。さあ4対2と2点リードしております。じゃあ伊藤君はポイントを取ってきました。1点差、4対3。さあこの1点差縮めることができるのか伊藤君。さあここで笛が鳴っています。来年皆さん出ないように気をつけてください。さあここで花咲のさらにポイントを重ねてきた5対3の2点リード。さあ糸和津3点から先に行かないか、奥ところでさらに笛が鳴っている。さあ6対4とポイントを取ってきたが、さあなかなか点差が縮まらないが7対6の1点差。さあここで糸和津が返した7対9 2点リード。さあ一気にポイントを取ってリードしました。さあ花咲ここで返しに行くことができるのか。残り時間が20秒、8対9の1点差。さあここで点数が並んだ。そして花咲が返した10対9、1点リード。さあ残り時間が10秒です。さあこのまま花咲が逃げ切るか、2点差糸和津取れるか、残り5秒。さあいけるか糸和津、終了。12対9でこの勝負レッドサイド花より先の勝利です。おめでとうございます。
はい、それでは、レッドサイド獣侍 VS ブルーサイドレイヤー実際の試合を始めますよ、チームともにレイお願いしまーす。さあ、それでは30分間お返しです。はい、それでは30分間終了です。さあ、全員エントリー完了したので試合始めたいと思います。それでは行きましょう。レッドサイド獣侍 VS ブルーサイドレイヤー実際の試合です。それでは参ります。ハードボーファイトー、ちげーよ。さあ、先にポイントを取ってまいりましたブルーサイドソイヤ、ソイヤの方がいいね、ウェイよりソイヤだね、ソイヤで言っていきたいと思います。さあ、ソイヤが先制点いって、さあレッドサイド獣侍もここでポイントを取った1対1。さあ、獣侍は以前のシールドカラーに張ってきてますね。さあ、1対3、2点リード。さあ、さらにポイントを取っていきます。さあ、ソイヤが2対6の4点リード。さあね、一平ちゃんが今回はステータスが1144と変えてきましたね。さあ、そうですね、一平ちゃんなかなか壁張ってないですね。さあ、腕を下げてはいるが、あ、張らない、張らない、一平ちゃんまず下げていた腕を。さあ、残り時間が20秒切りました。わしなし、ウェイヤーは実際は4対13。さあ、4対13、さらにリードを重ねていきます。さあ、獣侍も取りに行けるか。さあ、なぜ一平ちゃんはシールドを張らないのか。終了、5対14でこの勝負ブルーサイドウェイヤーは実際の勝利です。おめでとうございます。さあ、それではレッドサイド、ハト組バーサスブルーサイド、ハワイの試合を始めます。両チームともにレイ。はい、お願いします。さあ、それでは30秒で早速開始です。それでは試合の方を始めていきましょう。ハト組対ハワイの試合です。それでは参ります。ハドファイト！おお、一気に2枚シールドを貼ってまいりました、ハワイ。さあ、しかし、ハトミがしっかりプライベートになってきまして、ハワイの方はね、リンタロウ君が3人、リンさん、1人3ですね。それ以外2人は4人、3、1と。さあ、3点取ってきてますよ、レッドサイド、ハトミ。さあ、シールドもしっかり使ってきている。さあね、ハワイ、しっかり相手のシールドを割っていきましょう。さあ、まずはシャー君のシールドを割るべきじゃないかな。シャー君のシールド、これ2のシールドですかね。さあ、ここでシャー君のシールド全て割られてしまいました。さあ、6対0と、しかしここまでに稼いだポイントがある。さあ、6点差、淡いポイントを取りに行くことができるのか。さあ、まずは1点取った淡い、しかし点数は依然ハト組がどん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 取っています。10対1の9点差。さあ、さらにポイントを取って残り時間が20秒になりました。12対2の10点差。さあ、この10点差を詰めることができるのかブルーサイド、淡い。さあ、残り、さあ、ここで淡いがポイントを取った3ポイント。さあ、残り時間が10秒切った。さあ、ハト組がさらにポイントを重ねてくるか。さあ、14点終了。さらにポイントを取ってきました。15対4で11点差、レッドサイド、ハト組が勝利です。おめでとうございます。はい、では続きまして次の試合に行きましょう。レッドサイド花より酒 VS ブルーサイド獣侍の試合を始めたいと思います。両チームともにレイ、はい、お願いします。さあ、それでは30秒間その開始です。さあ、では全員エントリーできたので試合を始めたいと思います。それでは参りましょう。花より酒対獣侍の試合です。それではいきます。波動ファイト。さあ、先にポイント、先制点を取るのはどちらのチームか。もうなかなか点数が動かない。あった、ここで先制点を取りました、レッドサイド花より酒。さらにポイントを取っていきます。2対0 3対0。さあ、快調にポイントを取っているレッドサイド花より酒。さあ、獣侍ポイントを取りに行けるかと、ここでダメだという声が獣侍から飛んでいる。さあ、9対1とさらにポイントを重ねてきています花より酒。おっと、これは一方的な試合ですね、かなり一方的。
さあシールドも巧みに使っています。対して獣侍はシールドの方には、ね、特に振っておりません。さあ必死に取りに行きたいところ、だがこの3人の連携攻撃なかなかかわせていないように思いますね。さあ獣侍しっかり足を動かしてかわすことができるのか。残り時間が20秒、15対2の13点リード、花より下げ。さあ花坂が一気にポイントを取っている。さあ獣侍1点を取りに行きたいところ、残り時間が10秒切りました。16対2、さらにポイントを重ねてきます。レッドサイド花より下げ18ポイント、さらにポイントを取って20に届くか。終了、19対2でこの勝負レッドサイド花より下げの勝利です。おめでとうございます。はい、それではレッドサイドハトグミ VS プレサイド伊藤津の試合を始めます。両チームともにレッドお願いします。さあそれでは30分開始です、さあ全員揃ってるので試合始めましょう。それではいきます。よいしょよいしょ、レッドサイドハトグミ対ブルーサイド伊藤津の試合です。それでは参りましょう、波動ファイト。さあ先に先制点を取ったのはプレサイド伊藤津、しかしすかさずハトグミのポイントを取ってきました。1対2の1点リード伊藤津。さあここからハトグミがさあ取り返してくるか。おっとギリギリのところ、あっとこれ取られてしまった。2対2 7段。さあここからハトグミが一気に来てしまうのか、それとも伊藤津が食らいついていくか。さあ現在3対3。さあここでポイントリードしてきたのがレッドサイドハトグミ、しかしすかさず伊藤津もポイントを取ってくる。5対4の1点リード。さあポイントを重ねてきました、レッドサイドハトグミ7対4の3点リード。さあ伊藤津も食らいついていく、2点差まだ返せる。さあさらにポイントを取って1点差まで詰めてきた、8対7。さあこれは伊藤津が取ることができるのか。9対7の2点差、残り時間が20秒になりました。さあ12対7の5点リード、ハトグミ一気にポイントを取ってきた。さあ伊藤津ここで何としてでも追いつきたいところ、13対9、なかなか届かないか。さああっとカブトムシさんが飛び始めました。さあ14対10、勝ちを確信すると飛び跳ねるらしいですよカブトムシさんは。終了、15対11の4点リードでレッドサイドハトグミの勝利です。おめでとうございます。はい、それでは、レッドサイド、アワイ対ブルーサイド、アヒルギの試合を始めます。両チームともにレイお願いします。さあそれでは30秒計測開始です。はい、それでは試合が始めたいと思います。いきましょう。さあレッドサイドアワイ VS ブルーサイドアヒル組の試合です。それでは参ります、波動ファイト。ぜひリンタロウのコネクト名、リンタロウじゃなくてスタッフに書いてほしいんで、ね、さあブルーサイドアヒル組が先にポイントを取っています。アヒル組全員3-3-3-1ですね。さあアワイの方は2のシールドが2人。さあここでさらにポイントを取ってきました、1対3の2点リード。さあここでシールドを張った、1対6。さあ5点リードしてます、アヒル組。淡いがなかなか思うように動けてませんね。さあさらにポイントを取られて1対10。さあ1対12のさらにポイントを取ってきます、アヒル組。さあ1対13、アヒル組は一気にポイントを取ってますね。さあ淡い1点でも多く取りたいところ、さあ取りに行けるのか。残り時間が20秒になってきました。さあ1対18。さあさらにポイントを取っているアヒル組、20点台に突入、1対21。さあ残り5秒、さあ容赦ないアヒル組の攻撃、さらにポイントを取って終了、2対25でこの勝負ブルーサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。はい、それではレッドサイド花より咲く VS ブルーサイドハトグミの試合を始めます。両チームともにレイお願いします。さあそれではただいまの計測開始です。ハトさんがね、フィールド外でちゃんと一緒にお辞儀してるのがね、 すごくいい子、ね、それいい子、ね、はい、終了です。さあそれでは試合の方を始めたいと思います。いきましょう、レッドサイド花より咲く VS ブルーサイドハトグミの試合です。それではいきます、ハローファイト。
さあ、一気にポイントを取りに行ったのか、さあ、すごい勢いで攻撃してきましたね、ハモに。さあ、シャー君が今回3のシールド。さあ、しかし夏子さんも3のシールド。さあ、先にポイントを取ってきているのがブルーサイド、圧倒組ですね、0対3、0対3。さあ、花咲がなかなか思うようにポイントが取れていない。さあ、シャー君がしっかりシールドの影から1本切り打ってますね。さあ、ここで、シャー君の最後のシールドですかね、これが張ってきました。さあ、このシールドをいかに早く壊せるのか。さあ、一気に花咲もポイントを取って、一気に並んできている、4対4。さあ、ここ取りに行けるのか。さあ、ブルーサイド、鳩組が取って4対5。1点リード。さあ、残り時間が30秒になりました。さあ、この1点差を詰めてきた花咲、5対5。さあ、並んでいるぞ。さあ、ここからリードするのはどちらだ。残り時間が20秒になった。さあ、ここで1点リードしました。花咲、1点リード。さあ、6対5。ここでポイントをさらに重ねてくるが、鳩組をポイントを取ってきました。8対6。さあ、2点差。このまま逃げ切るか、花咲。それとも、鳩組がポイントを取ってください。はあ、さあ、1点差、1点差取れるか、8対7。さあ、並んだ。9対9。ドロー。さあ、本日最初ですね。オーバータイムマッチです。さあ、どちらが先に取れるのでしょうか。さあ、それでは行きましょう。オーバータイムマッチ。スタート。さあ、ここでシールドを一気に張ってきた花咲。さあ、取れるのか。さあ、鳩組もシールドを張ってまいりました。さあ、花咲は一気にシールドの影に入っている。さあ、割られる前に取り返す。さあ、取った。花咲、おめでとうございます。10対9でこの勝負、レッツサイド花より先の勝利です。おめでとうございます。はい、じゃあ全員揃ったようなので、はい、それではレッドサイド、イトワーズ VS ブルーサイド、アキレ組の試合始めます。両チームともにレイ、お願いします。はい、それではただいま30分です。開始です。さあね、では両チーム揃ってるので試合の方を始めたいと思います。それでは行きましょう。さあ、レッドサイド、イトワーズ VS ブルーサイド、アキレ組の試合です。それでは参ります。波動ファイト。まず1ポイント先制点取ってまいりました、レッツサイド、いかがです。僕今ちらっと見えたんですけれども、皆さんが試合している中、奥のセグウェイ部屋で、今マイティがセグウェイしてるのはいいんですけれども、うちの増田さんがセグウェイしてます。増田さんがチラチラそこ通るのやめてください。さあ、アヒル組は3対4で1点リードしてます。4対5。さあ、伊藤和も必死に追いかけている。増田さんが取るために笑っちゃうんで、マジでやめてください。4対6の2点リード、アヒル組。さあ、伊藤明日が5対6の1点差まで詰めてきたが、アヒル組はポイントを取る、5対8。さあ、5対10の5点差。さあ、伊藤明日必死に追いかけてまいります。5対11の6点差。さあ、7対11。さあ、伊藤明日必死に食らいついていく。残り時間20秒、3点差まで詰めてきましたよ。さあ、伊藤和いけるか。さあ、8対12。さあ、ここでアヒル組がさらにポイントを重ねてくる。さあ、8対14、残り10秒。さあ、6点差、残り時間が5秒を切った。8対14、終了。9対14でこの勝負、ブルーサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。じゃあ、はい、長かった予選もこれ最後の試合です。ではレッドサイド、ウェイヤバジソイヤバーサス、ブルーサイド、アワイの試合を始めます。両チームともにレイ、よろしくお願いします。じゃあ3チーム、それではありがとうございました。それでは行きます。レッドサイド、ウェイヤバジソイヤバーサス、ブルーサイド、アワイの試合です。それでは行きます。波動ファイト。おー、いきなりシールドを張ってまいりましたが、いきなり取られてしまいました。淡い、2点リードウェイヤーはリストイヤー。シールドの方を見てみると、一平ちゃんがシールドよりもちょっと攻撃に振ってきましたね。3-3-2-2。さあ、一平ちゃんがここで進化を見せてくるのか。4対3の1点リード。しかし淡いはここでポイントを取る。4対4。かなりいい試合じゃないですか。さあ、ここからどのような試合展開になるのか。さあ、5対5と並んでいる。さあ、ここで1点リードしてきました、ソイヤー。
さらにポイントを取っておきます。7対5、8対5とレッドサイド、ソイヤが一気にポイントを取ってきた。しかし淡いも必死で追いかける。さあ10対6、まだ4点差、追いつけるぞ淡い。さあ諦めずに淡いが追いかけていく。10対7の3点差。さあ残り時間が間もなく20秒になりました。11対8、さらにポイントを重ねてきます。ソイヤ13対8。さあ5点差。さあここで淡いもポイントを取る。まだいけるぞ淡い。残り時間が10秒切ったと、ここでソイヤがさらにポイントを重ねてきた。このタイミングでのこの点差、16対10。さすがに厳しかったが終了。いやでもかなりいい試合でしたね。16対10でこの勝負、レッドサイドウェイ王子ソイヤの勝利です。おめでとうございます。ソイヤ、はい、ありがとうございます。4位から発表していきます、単純に。はい、4位ウェイ王子ソイヤ、おめでとうございます。3勝3敗ですね。さあ続きまして3位進出は鳩組。はい、おめでとうございます。こちらが4勝2敗。さあそしてじゃあ2位進出がこちら花より酒。なんと5勝1敗。おめでとうございます。黙ってください。はい、いいですか。じゃあ最後1位進出を発表します。1位がアヒル組、こちら全勝、おめでとうございます。いや本当にね、アヒル組の勢いが止まらない。おめでとうございます。ということで今発表しました以上4チームで、この後決勝リーグを始めたいと思います。はい、それでは、レッドサイドアヒル組対ブルーサイドウェイヤーは実装イヤーの試合を始めたいと思います。両チームともにレイ。はい、それではタレブル30秒です。開始です。さあまずは1本目ですね。1本目、さあどちらが、ソイヤー。さあそれでは試合の方を始めたいと思います。いきましょう。アヒル組対ウェイヤーは実装イヤーのまずは決勝、準決勝1本目です。それではいきます。まずは1枚シールドを外した。これどのシールドが4ですか。4、ヨネ君が今回4のシールド。対して一平ちゃんが、さあ5のシールド返ってまいりました。5のシールド一平ちゃん。さあ2対0、アヒル組が先にポイントを取ってきております。さあソリアもポイントを取ってきた。さあここで一平ちゃんが壁を張った。さあ6対2の4点差。さあレッドサイドの方のシールドも出ております。さあこのシールドいかに早く割れるか。さあしかしソリアも追いかけてきている。7対4の3点差とはここでアヒル組はポイントを取ってきた。8対4。さあここで一点差が割られてしまった。さあ10対5の5点差まで開いてきた。さあここから取り返すことができるか。あった一平ちゃんこれで失敗してしまった。残り時間が20秒切った。12対6の6点差。まだいけるぞ、まだいけるぞソイヤ。さあ12対6、残り10秒。さあこの点差14対7、7点差。さすがにこの時間では厳しい。終了。15対7でまず1本目はレッドサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。15対7ですね。さあそれでは続きまして2本目に行きますよ。さあそれでは2本目行きたいと思います。それでは参りましょう。さあアヒル組が勝って決勝リーグ進出するか。それでは行きます。波動ファイト。さあまず先に1ポイント取ってきたのがソイヤ。あった。さあヨネ君が変わらず1-1-4-2なんですね。さあ4対2の2点リードレッドサイドアヒル組。さあソイヤが追いかけているがなかなか。さあシールド割るのにねちょっと時間がかかっちゃってますね。しっかりシールド早く割っていきたいソイヤ。さあアヒル組は一気にシールドを張って、さあ
落ち着いてプレーをしていってますね。さあ8対2、8対2。さあ11対2とさらにポイントを取ってきているレッツサイドアヒルグリーン。さあソイヤもポイントを取っていきたいがほとんどリスキルでやられてしまっている。さあ残り時間が間もなく20秒になりました。15対3のさあ12点リードレッツサイドアヒルグリーン。さあアヒルグリーンは全てのシールドを使い切ってきてます。さあソイヤも追いかけたいがさすがにこの点差は厳しい。10秒切っている。19対3の16点差。さらにポイントを重ねてくるかアヒルグリーン。終了。20対4でこの勝負レッドサイドアヒル組は勝利です。おめでとうございます。ということで決勝戦進出はアヒル組です。おめでとうございます。はい、それでは、レッドサイド花より避けたいブルーサイド鳩組の準決勝を始めたいと思います。両チームともにでお願いします。はい、それでは30秒加速開始です。はい、終了です。さあそれでは全員エントリーも完了しているので試合の方を始めたいと思います。それでは行きましょう。レッドサイド花より叫ぶ VS ブルーサイド鳩組の準決勝、それでは参ります。1本目ハゴアファイト。さあまずはシールドを出してきました。かなり固めのシールドですね。これ3のシールドですか。対してシャー君も3の収録ですね。さあいかにこのお互いのシールドを早く割れることができるんでしょうか。先にポイントを取ってきているのがブルーサイド鳩組1対3の2点リード。さあ先ほどの予選では花より先が鳩組に勝利しました。さあこの準決勝どのような結果になるでしょうか。ただいま4対4と並んでいる。さあここで1点リードしてきた花咲、さらにポイントを取って2点リード。だしかし鳩組も追いかけてくる。6対5、1点差。さらにポイントを取って6対6並んでいる。さあここからリードすることはできるのかどちらのチームでしょうか。さあ6対6で1点リードしてきましたブルーサイド鳩組、さらにポイントを取って2点リード。さあレッドサイド花咲も追いかける。さあここで並んだ。さあこれはどうなるかわからないぞ。残り時間が20秒になりました。8対9、ここで1点リードしたブルーサイド鳩組。しかし花咲も取るがブルーサイド鳩組も取る。さあ並んだ。残り時間が10秒。さあここで1点リードした花咲、さあこのまま逃げ切るか、それとも鳩組が取って並ぶのか。さあ並んだ。そして返した鳩組。さあ取れるか花咲。終了。惜しかった。ギリギリなところで返されました。11対12でまず1本目はブルーサイド鳩組の勝利です。おめでとうございます。さあそれでは続きまして2本目に行きたいと思います。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。それでは行きましょう。花咲対鳩組2本目です。行きます。ハードファイト。さあまたシールド1枚貼ってまいりました。さあステータスは先ほどとほぼ変わらないですね。さあブルーサイド鳩組の先に先制点を打ってるんですけど、さあ花咲がなかなかポイントが取れないが、さあこうちゃんが、ね、ギリギリのところでかわしてますね。残り1枚の羽でギリギリのところでかわします。さあ1対1と並んでいる。さあここでポイントをさらに重ねてきましたブルーサイド鳩組、1対3の2点リード。さあ花咲がポイントを取りに行くかなかなか取れない。この2点差を縮めることができるのでしょうか。1対3、1対3。さあここで取って2対3の1点差まで詰めてきた。さあこの1点差をさらに広げていきますブルーサイド鳩組、2対4の2点リード。さあ間もなく残り時間が20秒になる。3対5の2点差、ここから返すことができるのか花咲。残り時間が20秒になった。3対6の3点差、ここで取る。4対6。さあ2点差。さあいやなかなか縮まらないから、ね、2点差が縮まらないか。ここで取った6対7、1点差、残り時間が10秒。さあ並んだぞ。さあどちらが取る。さあ花咲が取った。さあこのまま逃げ切れるか。3秒。さあいけるか。あー取らー。残り1秒で取ってまいりましたブルーサイド鳩組、8対8のオーバータイムマッチです。さあどちらが先に取ることができるんでしょうか。それでは行きましょう。オーバータイムマッチスタート。さあシールドを貼ってきた。さあ貼った。さあ予選ではこのオーバータイムマッチを制したのは花より酒でした。
さあ、花咲、これです。シールド全て使った、取ったのは花咲。9対8で、2本目は、レッツサイド花咲の勝利です。おめでとうございます。さあ、それでは、日本選手ですので、3本目に行きましょう。それでは、調整タイム終了です。さあ、3本目行きましょう。波動をファイト。さあ、まずはシールドを貼ってきました。今回はヤナちゃんが3のシールドですね。さあ、ブルーサイド、あとにシールドプレイヤーを増やしてまいりました。さあ、花咲がポイントを取って1点リード。さあ、しかし花咲がポイントを取ってくる2対2。さあ、花咲が1点リードしてはいるが、アト組もやはり取ってきますね。さあ、ここで3対4が1点リード。さらにポイントを固めてくる。3対5。さあ、花咲も必死でポイントを取りに行く。さあ、4対5。さあ、ここで2点差を広げてきたブルーサイド、ハト組。さあ、残り時間が30秒になりました。現在5対7の2点差。さあ、ここで花咲がポイントを取る。1点差まで詰めたか。またおー、1点差、8対9。さあ、ここから並んだぞ。9対9、残り時間が20秒。さあ、ここで両チームを同時に取った。10対10。さあ、どちらがリードをするか。さあ、残り時間が10秒になった。今だ、10対10。さあ、ここで1ポイント取ってきたのがブルーサイド、旗組。取れるか、花咲、取った、並んだ、ドロー。この組み合わせ、今日ドローが多いですね。オーバータイムマッチです。さあ、どちらが取れるのか。それでは行きましょう。最後ですよ。オーバータイムマッチスタート。さあ、これは緊張。さあ、このプレッシャーに打ち勝って取るのはどちらだ。両チームともに大量のシールドを張っている。さあ、11対11。さあ、取れるのはどちらだ。さあ、先にシールドが割れたのは花咲。さあ、しかし鳩組割れた、取ったのは鳩組。おめでとうございます。11対12でこの勝負、ブルーサイド鳩組の勝利です。ということで、決勝進出は鳩組です。おめでとうございます。はい、それでは、レッドサイドウェイアワジソイヤ対ブルーサイド花より先の3位決定戦を始めたいと思います。両チームともにレイお願いします。さあ、それではただいま30分です。開始です。ソイヤいいソイヤだよ、ようわからん。さあ、それでは両チームとも揃っているので試合の方を始めたいと思います。それでは行きましょう。ウェイヤワジソイヤ対花より咲の3位決定戦です。参ります。ハローファイト。さあ、おお、シールドしっかり出してきましたね、一平ちゃん。さあ、ブルーサイドの方はかなりナックされてるな。こちらサーブのシールドですね。さあ、今回一平ちゃんは1144と4のシールドですね。さあ、現在1対1。さあ、2対2と点数は並んでおります。さあ、おっと、ここで4枚抜きをしましたね、花咲。さあ、1点をリードしているが、ここでソイヤが取ってきた。3対3。さあ、そこでさらに返してきましたね、ソイヤ。4対3の5対3。さらに取って2点リード。さあ、点数が一気に立て続けて取っているぞ。さあ、花咲取りに行くことができるか。4点差、さらに点差が開いている。8対3の5点差。残り時間が20秒。9対5の4点差。さあ、この4点差を縮めることができるか。さあ、ポイントを取って9対7の2点差さらに取ってきました。9対8。そう、ここでソイヤが取った。10対8。さあ、2点差取れるか。まだいけるぞ。さあ、いけるか。残り3秒。11対9。終了。まず1本目は11対9でレッドサイド、ウェイヤワジソイヤの勝利です。おめでとうございます。さあ、それでは続きまして2本目に行きたいと思います。それでは行きたいと思います。参りましょう。
波動ファイト。さあ早速まずシールド貼って1本取ってまいりました。あの先で重ねて2枚張りですね。さあソニアの方はやはり一平ちゃんが入った11、まあ、同じく11-44できてます。さあ鼻先が一気に飛んでいるぞ。ソニア未だポイント取れず。さあ一平ちゃんここでシールド貼るのに失敗してしまったが、さあここでまず1ポイント目を取りました。ソニア1対6の5点差。さあこのまま鼻先が一気に取って逃げ切っていくのか。さあさらにポイントを重ねます。1対8。さあ残り40秒半分経過。さらにポイントを取ってきた花咲。1対10の9点差。残り時間が30秒。さあ先ほどの打ち合いと打って変わって今回は花咲の一方的な展開となっています。さあどうするソイヤ。残り時間が20秒。1対13。さらにポイントを取ってくるフルサイド花咲。さあ残りが10秒になりました。1対15。さあソイヤがここでポイントを取ってはいるが残り時間的にこの点差は厳しい。3対16の13点差。さらにポイントを取って終了。ブルーサイド花咲が18ポイントでこの勝負2本目は花咲の勝利です。おめでとうございます。さあということは3本目に行きましょう。さあ最後ですよ、いきます。さあ3位決定戦3本目ラストです。それでは行きます。波動ファイト。といきなりポイントを取ってきたソイヤ。そして一平ちゃんがシールドを失敗した。さあこれで晴れましたね一平ちゃん。さあステータスは絶対が変わらず1対2の1点リード。花咲さらにポイントを取ってきました。2点リード。さあしかしソイヤも必死に追いかけてくる。2対4。さあこの2点差取りに来るのか。なかなか点数が動かないとここで取ってきた花咲が、しかしソイヤもすかさず取る。3対5、4対5と詰めてきた。1点差。さあここで並んだ。そして一平ちゃんがシールドを張る。5対5。さらに奥でトノワがシールドを張ったが、しかしここで花咲が落ち着いてポイントを取ってきました。5対6。1点差。さあここで2点差になった。この先どうなるか。6対7の1点差。残り時間が20秒。この先どういう展開になってくるか。6対8の2点リード。ブルーサイド花咲。さあこのまま花咲が逃げ切るのか、それともソイヤが食らいつくか。さあ食らいついてはいる。2点差。残り10秒。さあまだ安心できないぞ。さあ2点差取れるかソイヤ、それとも逃げるか花咲。終了。8対11でこの勝負ブルーサイド花咲の勝利ということで、3位は花より一酒。おめでとうございます。はい、それでは決勝戦です。レッドサイドアヒル組対ブルーサイド鳩組の試合を始めます。両チームともにレイお願いします。それではただいまの30秒です。開始です。さあそれでは行きたいと思います。アヒル組対鳩組の決勝戦、先週と同じです。いきます。波動ファイト。先週とね同じだからこそどうしても勝ちたいブルーサイド鳩組。さあその屈辱を晴らすことはできるのでしょうか。さあまず先に先制点を取ってまいりましたラッシュサイド鳩組に。さあヨネ君の声もね、一段と気合い入ってますね。3対0。さらにポイントを重ねてきますよ。レッツサイドアヒル組4対0。さあ鳩組はここで1ポイント取ってきた。さあポイントを取って2点差まで詰めてきた。さあここで笛が鳴っています。さあライン出ないように気をつけましょう。6対3の3点差。さあ3点差を縮めることができるのか。30秒切りました。さあここでハトリンがポイントを取ってくる。6対4の2点差。さあアヒル組はさらにポイントを重ねてきました。残り時間が20秒。さあ10対5の5点差。さあこのままアヒル組が逃げ切るか、それともハトリンが食らいついていくのか。11対6。残り時間が10秒切った。11対6、5点差。さあこのままいくか。11対7。頑張った。
ってくれ。次がこの点差は厳しい。終了。1本目はまず13対8でレッドサイドアヒル組が勝利です。おめでとうございます。さあそれでは決勝戦2本目いきたいと思います。それでは参りましょう。さあアヒルが勝つか鳩が勝つか。それでは行きます。ハローファイト。さあ真面目先生で起こっておりましたレッドサイドアヒル組、しかしすかさずブルーサイド真面目を取ってきた。そう今回は1点リードしていますよ。鳩組さあポイントを取られてきた。1対4。さあ1対4の3点差、3点差。さあさらにポイントを取ってくるアヒル組がなかなかこの3点差が縮まらないから2対5。さあ2対6、2対6とここで鳩組さんが割られてしまった。さあしかしすかさず反対サイドで取ってくる鳩組。3対8、4対9と5点差で開いて5点差が続いています。さあアヒル組をここで必死に返してくる。5対9、6対9とじりじり詰めてきましたよ。さあしかしアヒル組がポイントを取る。3点差、残り時間が間もなく20秒になりました。さあ9対10の1点差まで詰めたが、ここでハトリムが取る。さあ10対12の2点差、2点差。さあこのまま逃げ切れるかハトリム。アヒル組が食らいついてくる。さあ並んだ。12対12。そして返した。取れるか。13対12。終了。14対12でアヒル組の勝利ということで、優勝はアヒル組です。おめでとうございます。はい、それでは第3位じゃん、ハラヤリサケ。こちらの1万円を贈呈いたします。おめでとうございます。はい、どうぞ。はい、おめでとうございます。ルードサインおめでとうございます。今のお気持ち一言お願いします。実はリーダーです。先週のリーダーと、
優勝できて、今週もちょっと優勝を目指してやってきたので、まあ、優勝を取れて嬉しいです。今日はちょっと決勝戦疲れたんで、早く安全入りたいなって思って。ありがとうございました。1位獲得おめでとう。